ワカティプ湖は、ニュージーランドの南東の内陸部にある湖である。オタゴ地方の南西の隅、サウスランド地方との境界の近くに位置する。湖の長さは、約 80km で、ニュージーランドで最も長い湖であり、面積は、約291平方キロメートルで3番目に、大きな湖である。標高は 310m、南アルプス山脈の南端付近に位置する。 若ップ湖の一氷河が削った、有事国の間に、水が溜まった地形になっており、湖は細く長く伸び、逆、N 型をしている。ダート川が北端に流れ込むほか、いくつもの河川が流れ込んでいる。湖は北端から南へ 30km 伸び、急激に東に曲がる。そのまま、さらに 20km 伸びて、急に南に曲がり、 さらに3 0トル南のキングストン近くの湖南端に至る。ワカティプ湖から流れ落ちる川は唯一、河原う川のみであり、ワカティプ湖のフランクトン入り江で、クイーンズタウンの8キロメートル東の地点から流れ出る。この湖はとても深く、水深300から4 0 0ルに達する。クイーンズタウン湾には26.7分周期の清酒があり、 水面を約200ミリメートル上下させる。ワカティプ湖は山々に囲まれたその風景の美しさで有名である。湖の南の際にはリマーカブルズ山脈がある。それはスキー場、パラグライダー、バンジージャンプそしてトラッピングトラックが手近にあることでアドベンチャーツーリズムの人気の高い実施場所となっている。年代物の蒸気船。 TSS アーンスロー号が、湖面を定期的に往復している。いくつかの武道園が近くにある。ありがとうございます。